さすらいのストライカー、大黒正志が選ぶ最強ディフェンダー3選。ガンバ大阪の J1 初制覇に貢献し、日本代表としてもドイツワールドカップに出場した大黒正志選手。国内外で多くのクラブを渡り歩いて、ゴールを量産したストライカーが認めるディフェンダーはどんな選手だったのでしょうか。1位として名前が挙がっていたのは中澤佑二選手です。歴代日本代表の中でも最高レベルの高さを持ち、空中戦では無類の強さを発揮した選手です。味方としての安心感も抜群で、大黒選手も何度もピンチを救ってもらったとか。2位には元祖アジアの壁、井原正美選手。3位は松田直樹選手が入っていて、マリノスは本当にすごいディフェンダーが多いです。他にも紹介したいのが5位に挙げていた宮本恒靖選手です。大黒選手にとってはガンバ大阪の下部組織の大先輩で憧れの人だったそうですが、クレーバーなライン統率は替えの効かない存在でした。ガンバ大阪の初優勝時には大黒選手と宮本選手という攻守の要がいたのですから、それは強いでしょう。